こんにちは、こんばんは。私スクナという者です。こんにちは、元気かしら。本日も視聴者様のリクエストにお答えしようの回となっております。リクエストありがとうございます。今回はレベル404ね。あら、そういえば前も紹介してなかった。今回はウィキドット様版となります。それではレッツゴー。まずはレベル404の基本情報です。まず、レベル404のサバイバル難易度はクラス0となっています。ただし、クラス表記に欠損が見られることから、本当に0なのかは不明です。環境は安全であり、エンティティ情報は、デボイド、です。おそらくいないのでしょうが、記録上、一体存在しています。あら、そうなのね。どんなエンティティなのかしら。エンティティの情報は後ほどお伝えしますが、アイル、という人物が深く関わってきます。このあたりも後ほどご紹介しますね。では次の情報です。レベル404は、天国の404番目の輪に位置するレベルです。は？レベル404内ではいくつもの平面が交わり、分かれ、湾曲しています。このレベルは、ハードディスクを破壊してしまうようにあらゆる情報が崩壊。いえ、正確には、おかしくなって、います。レベル404に侵入し、滞在していると頭の中に意識が芽生えることがあります。もし、それを感じたら空間の破片で切り取ってください。最悪死んでもいいです。では次の情報です。レベル404は壊れています。混沌と崩壊が蔓延していますが、あなたの家です。きっと自分が、正常に考えられない、と気がつくでしょう。円形に考えることができませんか？まあ、どれだけ思考を巡らせようと、結局は彼女のことを話すんです。ざまあ見ろ。自業自得かもしれない。人知を超えた存在に手を出そうとしたんですから、たとえ命令であったとしても、彼女に会えないのは仕方のないことです。この言葉はどこから出たのでしょう。不思議に思いましたか？なぜそんなことを聞いたのか、もう一度考えてみましょう。あなたがあなたを一番よく知っているんです。足元が揺らぐ大地の上で、記録してください。熱心に、熱心に、熱心に、記録してください。科学が認めてくれるでしょう。レベル404では、最も完璧な形で現実が崩壊しています。あらゆる不具合が襲いかかり、きっと記録の手を止めるでしょう。そんな時は散歩にでも行きましょう。周りには誰もいません。ただ、自分と、バグった世界が広がるのみです。え、じゃあなんで誘われたのか、それもまた。きっととっても楽しいでしょう。爽やかでしょう。甘く感じることでしょう。まるで地面に開く穴を待っている表面のようです。さて、ここまでレベル404を体験して、あなたは幸せですか？それはもう興奮していることでしょう。最高の楽園です。あなたのお家に帰りましょう。以上がレベル404です。では次に前哨基地を見てみましょう。レベル404には、あなた、という前哨基地が存在します。あなたの記憶、心それが前哨基地です。最後に入り口と出口先を見て終了です。現在レベル404には、レベルマイナス0。レベルマイナス1。レベル12。レベル18。ザ・コードからアクセス可能です。いずれもちょっと変わったレベルから来れますね。最後に出口です。どうして出ようと思ったんですか？というわけで、ここまでレベル404について語ってきましたが、率直にどう思いました？さっぱりわからなかったわ。というか、この文章だけで想像を膨らませる方が難しいわ。私も同意見です。さっぱりわかりません。さて、ここまでほぼ全てが謎のレベル404に入ったらどうなるのか。見てみたくないですか？え、入った人の記録があるの？冒頭でお話しした、アイル、さんです。後半では、MEG の監督官、とレベル404へ侵入した、アイルさん、と、ガブリエルさん、の記録を見ていきましょう。そして、このレベル唯一のエンティティの謎にも迫ります。アイルさんたちに何が起こったのか。後半でお話ししましょう。